エルムポリは、ギリシャ共和国南エーゲ地方のキクラデス諸島にある、シロス島の主要都市、南エーゲ地方の主府でもある。この町は、ヘルメースの町を意味し、カサレブサでは、エルムポリスと綴られる、シロス島の東岸中央部に位置する港湾都市である。エルムポリの町は、1820年代のギリシャ独立、戦争の際、すでに存在したあのシロスの集落の延長として、 建設された。小アジアからの難民によって1822年に当地に作られた集落がギリシアで初となる難民の集落だと考えられている。すぐに町はギリシャの商工業的中心地となり、エルムポリ港の重要度が増した。1856年にエルムポリに設立されたギリシャ寄船会社は有名であり、数々の船舶がシロス島の造船所で作られた。 19世紀に入ると、ピレウスに地位を奪われ、その後の数十年間で町は衰退した。しかし、現在ではサービス業に基盤を置くことにより、エルムポリの経済は急成長した。旧キクラデス県におけるエルムポリ市、エルムポリ地区はシロセール市を構成する行政区である。かつてはキクラデス県に属する自治体、エルムポリ市であったが、 カリクラティス改革に伴う自治体統廃合によってシロセール氏が編成された。ありがとうございます。